昨日は7つの逃げ決着となっておりました玉川69周年記念のウェイキーカップ。明けて3日目、ここまでいずれも逃げの決まり手が続いておりまして、今度は予選の4レースが始まっています。待機行動枠なりで1号艇永井豹也、2号艇中野次郎、3号艇佐藤翼、4号艇武須島誠、5号艇春園浩太、6号艇伊藤正義によってレースが進んでいます。さて、まず1コースには高枠人気を集めてという1号艇永井豹也の引戦です。そしてリズムアップなるかの3日目の地元のもう1人、2号艇中野次郎が2コースへと向かっていきます。あとは3コースには昨日高枠生かす白星が上がっておりました3号艇の佐藤翼です。3艇船を引いておりまして、2日目ドリームはそつなく連絡みの活躍があった4号艇武須島誠4カードです。5コースに入っております5号艇春園浩太で、6コース6号艇の伊藤正義です。12秒身の回転始まりました。4レースの予選競争です。スタート10秒前、進入コースは内側から123、ダッシュが456です。第4レース、スタートしていきました。内寄りにかけて緩やかに劣勢加減ですが、大きな差はありません。2番の中野が差しハンドル、3番佐藤翼がまくり出す、2番差しは4番の武須島でバックへ抜けて、1番長井です。スタートは前提正常でした。逃げていった1番の長井、これを追っていきまして、2番手は4番の武須島が優勢。その直後で2番中野と3番の佐藤翼が競り合って、内の方から6番伊藤が接近中ですが、3番手は2号艇中野が旋回していきまして、ここでリードを作っていきました。1番の佐藤翼は内切り込みに行きましたが遅れを取っています。先頭の方は1番の長井に4号艇の武須島が接近し、へさきをかけましたが、そこから外になっての2周1マークです。4号艇の武須島ですが、差しハンドルでバックへと抜けていきます。さあ、ここは先頭争い、そして3番手争いがまた熱を帯びておりまして、3番手の方は2号艇の中野次郎、その直後に3番の佐藤翼となっています。ただいま体勢142です。先頭2番手、少しここ直線で距離が空いておりますが、4番の武須島がここは外を続いて遅れを取りました。またその後ろの方は2番の中野のままとなって、こちらも外を続いて遅れた3番の佐藤翼で、1番4番2番、レースは最終周回へと移っています。最後の第1ターンマーク、先頭は1号艇の永井、追って4号艇の武須島、そして2号艇の中野と最終バックまでやってまいりました。さらに後ろでは3番の佐藤翼、5番の春園浩太、最後方6番の伊藤正義と続いています。トップ構想は1号艇の永井豹也、これで今節待望の初勝利ということになっていきそうです。道中の追撃を振り切ってというこの永井、トップターンでホーム側へと折り返してまいりました。1番4番2番で第4レース、まもなくゴールを迎えます。先頭1番永井ゴーリン、4番武須島ゴーリン、2番中野ゴーリン、後方が3番5番6番がゴーリンです。以上、第4レース予選競争でした。